はい、皆さんこんにちは。大人のストレートの教室、堀口です。今回はですね、飢餓についてちょっと考えていこうかなというふうに思います。飢餓、ちょっと重いテーマかもしれませんけれども、まあ、持続可能なこう社会とか地球を作っていくためにですね、まあ、必要なことをやっていこうということで SDGs が今注目されているんですが、まあ、そのうちのテーマの一つが実は飢餓なんですね。はい、こちら結構数字で考えてみたときにいろいろ面白いんですよ。なのでぜひ今回飢餓についてですね、一緒に考える機会をちょっと数字で設けていきたいかなというふうに思っております。普段私ですね、数字教育を行っておりまして、数字について物事を考えていったりだとか、ビジネスについて考える、社会を考えるだとか、まあそういった教育っていうのを中に広めたいと思って、YouTube ですね、頑張らさせていただいております。はい。ということで、じゃあ、飢餓について考えていくんですが、今、飢餓ですね、どのぐらいの人数、まあ、食に困っている方がいるのか。実はこちらデータがありまして、今、最大ですね、8億人というデータがあります。8億人です。これはどのくらいかっていうと、今の世界人口の約10分の1です。10分の1。と友人ですね、見回していただいて10人集めたときに、まあ、そのうちの1人がですね、まあ、飢餓状態にあると。はい、まあ、ですので、決して遠い存在ではなくて、かなり身近な存在なんですよね。まあ、これも一説によると、例えばその LGBT のこう問題とかもありますよね。こちらも、大体人口の、まあ、10% 前後いるんではないかというようなデータもちなみにあるわけです。まあ、ですので LGBT も最近注目されてますが、まあ、それと同じぐらいですね、今困っている人たちが世界にいるというのが実は現状です。そう、意外と結構戦争とかね、そういうなんかこうアクティブなニュースがあった時に、あ、戦争ってやばいんだなってことに気がついたり我々するわけなんですが、アクティブじゃなくてもですね、常に起こっているのが飢餓になっているわけです。そもそも飢餓って何ですか？ちょっとそこ説明しましょう。はい、で、飢餓っていうのは、いわゆる慢性的なですね、永続的な食料不足のことを言います。まあ、つまり、なんか食べたくても食べられない状態がずっと続いていくような状況ですね。で、それに対して似たような言葉で飢饉っていうのもあります。で、飢饉も、まあ、皆さん聞いたことはあると思います。でも、飢餓と飢饉ってどこが違うんですか？ってちょっと気になりますよね。で、飢饉っていうのは実は一時的な食料不足のことですね。で、飢饉であれば、やっぱり日本ですね、昔起こっておりまして、例えば江戸のね、四大飢饉というのがありまして、1642年に、寛永の大飢饉というのがありました。まあ、そこから大体50年から100年スパンごとにですね、4回ほど江戸時代の中で飢饉が起きているということです。で、原因としては異常気象ですね、あるいは火山の噴火等によってですね、作物が取れないだとか、はい、出来が悪いだとか、まあ、そういうことで食料確保できなくなった時に、やはりですね、食べるような状況にはなくなると。ということが起こるわけです。ただこれは一時的な問題ですよね。まあそうじゃなくて、まあずっとですね、これが、慢性的にですね、ずっと続いていく状態、なわけです。まあなので、去年食べれなかったけど、今年は食べれるとかいうのが、まあ基金ではあるんですが、ずっと食べれないわけですね。まあなので、それは非常に解決しなければいけない、やはり問題の一つになっているわけです。はい。で、今、具体的にどういった国がですね、その飢餓によって問題になっているのか。人口のですね、大体何パーセントぐらいの方が飢餓状態にあるのかというデータがありまして、具体的には人口の 5% ぐらいがこう南アフリカだったり、タイ、ベトナム、カンボジア。はい、意外とこう身近な国がですね、だってタイとかベトナム、カンボジアは本当にすぐ隣の国ですけどね。国がですね、飢餓状態にある方がいらっしゃると。で、さらにインドとかケニアとかエチオピアとかになってくると、15% から 25%。つまり人口の7人中1人とか4人中1人ぐらいな感じですね。まあ、かなり身近なところに飢餓があると。で、25% から 35%。まさにですね、これ国民の中でも飢餓であるのがむしろ普通であると。いう状態になってくるのがアフガニスタンとかベネズエラとかタンザニア。35% 以上になってくると北朝鮮ですね。ソマリア、イラクとか。まあそういった国がですね、飢餓で困っているというのが現状です。で、実際のところ、国連 WFP という組織がありまして、ワールドフードプログラムですね。という組織があるんですけれども、こちらでハンガーマップというのがありまして、まあ、よかったらこちらの説明欄にリンク貼っておくので、よかったらぜひ眺めてみてください。どういった国がね、今、こう、飢餓で困っているのかっていうのが一覧になってます。じゃあ、飢餓がですね、なぜ起こっているのかというと、原因が3つあります。なぜかというと、1つは自然災害です。先ほど江戸時代の例を出させていただきましたが、やはり自然災害大きいですね。あとは紛争ですね。紛争。
はい、今ちょっと戦争起きてますけれども、あんな状態になってしまったらですね、なんか食料どころではないですよね。まあ、ですので作るのも難しいし、食べていくのも難しい、経済活動そのものが難しい状況になっていきます。そしてあとは貧困の連鎖が起こってるわけです。はい、貧困状態であるから、そもそも物を買うお金がないとかいうことですね。しかもそこから脱却できないわけです。まあ、何か例えば農地を買えるわけでもなくて、牛とかね、馬とか、まあ鶏だとか、まあそういったこう食料につながっていくような家畜を買えるわけでもないというのが連鎖して起こってるわけです。まあですので、ずっと貧困状態からですね、抜け出せない。まあそしたらやっぱり飢餓は続きますよね。で、ちなみに貧困ラインの定義というのがあります。それは何かっていうと、1日 1.25 ドル未満ですね。だから1日120円ぐらい。まあ100、今だと円安なんで150円ぐらいですか。で、暮らす人の割合、ですね。1日150円です。まあ、日本的に言うと、1日パン1個とかね。いうことですね。パン1個とか、山崎パンの1個ぐらい。あるいはこう、食パンですね。食パンの8枚切りのやつみたいな。そのぐらいで、だいたい1日過ごさなきゃいけないと。で、しかもそれがずーっと続くわけで、しかもそれ未満ですからね。しかもそれが、なんていうんですか、食べ物以外のこう金額も混ざってるので、1年 1.25 ドル未満のお金で暮らさなきゃいけないんで、まあ、ですので、まあ、月に例えば全ての支出合わせて5000円とか、そんなもんですかね、5000円以下ぐらいの感じですね。まあ、そうなってくれば、日本だと明らかにですね、まともな生活をすることはなかなかできないですよね。月に5000円ですよ。まあ、なんか1ヶ月1万円生活とかってありましたけど、5000円もなかなか厳しいですね。1万円で生活もね、なかなか厳しいですけど、1日300円ぐらい使えたらね、ちょっとだけ物を買えたりとかするような気がするんですけど、さすがに1日5000円になってくるとね、なんかまともなご飯食べれなそうな気がします。で、私も実は起業、この会社起業する前にですね、1日5本うまい棒生活というのをやってまして、朝食べて10時食べて昼食べて夕方3時食べてで夜食べるっていう1日5本生活やったことがあるんですけど、非常に体調悪いです。はい、だからもう二度とやらないなっていうふうには思ってるんですが、まあ、それだけ1日50円で過ごせるんで、まあ、非常にお得なんですけど、ただやっぱり人間らしい生活はやっぱ送れないしね、自分の心がなんかこう、心が壊れていくようなですね、そんな感覚にやっぱりなりますので、貧困本当に良くないですね。で、ちなみに最近のじゃあちょっと状況をお話しさせていただくと、コロナによってですね、非常に飢餓は悪化しております。ついコロナが始まる前まではずっと改善し続けてきたんですね、実は。はい、栄養不足の方の人数で見てみると、大体ですね2005年の段階ですね、ですので17年ぐらい前ですか、17年ぐらい、およそ20年ぐらい前の時には8億人ぐらい栄養不足の方がいたというところから、2019年にはですね、6億5000万人ですね、まで改善をしてきたよっていうのがデータとして出てます。15年ぐらいかけてですね、栄養不足の方のこう人口は減ってきたわけですね。1億5000万人も減ったわけです。で、しかもこう人口に対しての割合はですね、もっと減ってます。2005年には 12.4% だったのがですね、その3分の1の方はですね、貧困から脱しました。8.4% まで下がったわけです。で、ただですね、今回コロナになって、まあ、それどころではないという状況にも陥ったわけです。まあ、いわゆる先進国ですね。発展途上国だけではなくて、まあ、先進国、アメリカを筆頭とするですね、日本とか、他、ヨーロッパ諸国ですね。すべてコロナによってですね、多くの被害を受けました。発展途上国だとそれに対する支援ができなかったりだとか、してですね、やっぱり悪影響を及ぼしたわけです。で、どのくらい増えたかっていうとですね、なんと2005年の水準までですね、人数的には戻りましたね、一気に。ですので、これまで頑張ってきたものがですね、ちょっと振り出しに戻った感はちょっと否めないということです。まあもちろん無駄ではないんですけど、人数的にはちょっと戻ってしまったわけですね。まあただ世界人口自体は増えてはいるので、割合はね、まあ下がった、ある程度下がったままなんですけど、それでもですね、9.9% とか、まあそのぐらいまでですね、若干増えてしまったと。まあつまり 1.5% ポイントぐらいですね、増えてしまったっていうのがデータとして出てます。で、さらにですね、長期的に見てみると、1969年のデータがありまして、なんと人口、世界人口の3割ぐらいですね、が栄養不足の方だったというデータが出てます。まあ確かに、もう今から50年ぐらい前ですね、だと全く今とは違う状況があって、でそこから考えれば、非常にこの世界ですね、良くなってきたわけです。だから貧困からですね、多くの方がこう脱して、より人間らしいというか、自立したですね、人
人一人が経済活動ができるだとか、まあそういった生き方ができるような方が増えてきたっていうことになってます。まあだから世界は悪くなっているというわけではないわけですね。非常に良くなってます。ただコロナによってちょっとだけ戻ったところがあると。で、今回取り上げたテーマだと、飢餓についてお話をさせていただいたんですが、食糧不安っていうですね、もう少しふわっとしたような、定義でちょっと考えてみると、もっと多くの方がですね、結構困っているということです。で、どういうことかっていうと、まず重度の食糧不安というのがあります。最悪の場合、丸一日何も食べないと。で、飢えに苦しんでいるとか、まあそういうような状況が続くよということですね。であとは中程度の、食糧不安ってなるとですね、いわゆるこう自分が食べたいものを食べたい分だけ食べれないとか、あるいはこういろんな食材がある中で特定の食品だけしか食べれないとか、まあそういう状況が続いてしまっていて、いわゆるこう栄養不足にもつながってしまうような状況ですね。でこちらが中程度という形になっているわけです。で見たときに、世界的に見てみると非常に多くの方がですね、食糧不安に悩まされています。なんとですね、人口の3割と人口の3割の方がですね、中程度および深刻なですね、食糧不安に襲われているわけです。はい、ですので3人中1人ですね。まあこういったふわっと定義をちょっと広めてみるとですね、飢餓の背景には多くの食糧不安を持っていらっしゃる方がいらっしゃってですね、非常に解決しなければならない課題なんだなってことがお分かりになるんじゃないかなというふうに思います。で、こういったその食糧不安の背景にまた何があるのか、貧困問題だとか自然災害っていうのが一つの要素としてあるんですが、まあそれ以外のですね、要素も食糧不安を引き起こしています。だ何かっていうと、まず人口が増えたよねっていうのと、あとは所得が向上していったと。我々経済的に豊かになったので、まあいろんなものをですね、豊かに食べれるようにはなったわけです。それによって食料をもっと作らなきゃいけなくなったと。いうふうに、まあ、地球環境のとも関わってくるんですが、そういったものが変化してきたよということと、あとは食料廃棄ですね。問題も非常に深刻です。何かで作った量でですね、3分の1の量が今捨てられていると。そして、バイオ燃料っていうのもですね、今非常に注目されています。サトウキビとかトウモロコシですね、いわゆる穀物がですね、13%、つまり8分の1ですね。がですね、バイオ燃料で使われているというところがつながってきまして、ちなみに今の戦争ですね、ロシアとかウクライナも、小麦の生産国として非常に有名なんですが、まあそういったところも、紛争もですね、こういった食料不安を引き起こすですね、一つの要因になっています。本当に穀物の値段今上がってますからね。はい。で、ここまでお話をしてきて、まあこういった飢餓の問題ですね、まあ世界の問題なのであって、日本とは関係ないよと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、実は日本にもですね、飢餓が起きているかもしれないと。いうデータがあります。何かっていうと、飢餓というなんか明確なこう死亡原因はないんですけど、ただ栄養不足で亡くなった方がいらっしゃるというデータがありまして、2020年のデータで、なんと1934人の方がですね、栄養不足によって亡くなったというふうに言われています。1934人、ちょっとイメージ湧かないかもしれないですけど、だいたい6万人に1人ぐらいな感じですね。はい。ですので、6万人1人というとね、なんか少ないように感じるかもしれませんが、まあ、ただその背景にはですね、たくさんのこう食料不安、に襲われている方もいらっしゃって、その中で食べれない方が、何らか栄養不足とかに陥ってですね、亡くなっているかもしれないというデータがあるわけです。まあ、ただこれは結構隠れ、なんか飢餓みたいな、ところもあるんじゃないかなと思ってまして、もっと多くの方がですね、食料不安、それこそ私も起業する前とかずっと食べ物に困ってましたし、そういったですね、いわゆるこう貧困状態から食べるものをこう選んで、必要な分だけしか食べれないとかいう方はですね、決して少なくない、量の方がですね、今日本国内にもいらっしゃるんじゃないかなというふうには思います。で、また後日ですね、まあこの飢餓を生むですね、貧困問題についてもちょっと語ろうかなというふうに思っております。ですので、まあ貧困問題の方でね、このあたりの飢餓、日本国内での飢餓が今どのぐらい起きているのかっていうデータをですね、ちょっと一緒に見ながら考察をしていくようなまた動画もですね、作りたいなと思ってますので、またその動画でですね、またいろいろこう解説させていただけたらと思います。はい。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。本当食べるものがないとですね、辛いですよ。辛いんですよ。本当に。だから起業する前もですね、横浜のダイエーの地下かな、に行ってですね、8枚切りのパン、100円のやつ買ってですね、で、ジャムがちょっと高いんですよ。ジャムがやっぱ100円とか200円とかしちゃうんで、ジャム買えないなと思ってですね、食パンかじりながらですね、それで丸1日過ごしたこととかもやっぱりあって、食べたいものを食べれないっていう状況がどれだけ辛いのかとか、はい、というのは非常に感じながらですね、過ごした時期が
あります。で特に今若い方とかですね、やっぱり今のこう状況からしてもですね、あと給料がですね、それに対してやっぱり多くないんですよ。でそこからこうキャリアアップをしていって30、40と給料がどんどん上がっていくよねっていうモデルだったりするんですよね、日本のこのビジネスモデルって。はい、まあ、ただその若くて能力高いのに、まあ、給料が低い方とかも結構たくさんいらっしゃってですね、まあ、そういった貧困問題っていうのは非常に身近なところにきっとあるというところと、あとは食べたいものが食べれないっていうところはですね、こういったこう飢餓の問題と非常にリンクしてるわけです。ですので、まあ、こういった問題は、決して世界の問題だけではないよってところをですね、なんか認識することが大事なんじゃないかなというふうには思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。わから。